バキオは、スペインバスク州ビスカヤ県のムニシピオ。公式名は、バスク語のバキオ。再開発地区バキオは、エステッポナ川によって形成される、小規模な谷の上に位置しており、この谷は三方を山地に囲まれており、北側はビスケ湾に面している。コマルカとしてはウリベに含まれ、ベルメオとムンギアの町に挟まれている。ブルゴア山地、ガルボラ山地、 畑山地は自治体を取り囲んでおり、西側は、ムルリーコール畑部とデモイスに接している。ビスカヤ県の県都であるビルバオには、ビスカイバスの路線が通じている。ビスケー湾に突き出した岩山の上に礼拝堂が立つ、ガステルガチェは、ベルメオに属するが、この島から最も近い町はバキオである。かつては、バシゴでバキオという名称で知られており、これは、 今日のバキオの中心地区の名称である。1927年にはそれまでベルメオに属していたサンペラージョ地区とスビアウル地区がバキオに移動した。バキオはビスケー湾に面しており、そのルーツは漁村であるにもかかわらず、今日のバキオはもはや漁業の伝統を有しておらず、農業村に変化している。近年にはアパートの集合体からなるいくつかの外区を造成する。 大規模な都市再開発が行われた。バキオの気候は豊富な降水量、温暖さ、降雪や高層の少なさなどが特徴であり、この気候はブドウ栽培に適している。バキオは原産地古障のチャコリデビスカヤに含まれており、バスク地方の名産品であるチャコリと呼ばれる白ワインを生産している。バキオ海岸は2007年に EU 環境管理監査制度によって、 エコビーチに認定されており、エミスの認証を受けている、ビスカヤ県唯一のビーチである。ISO9001 と ISO14001 の認証も受けている。バキオ海岸の長さは540メートル、幅65メートルである。2011年の地方自治体選挙には、バスク民族主義党、ビルドゥ、バスク社会党、バスク国民党の4政党が、 自治体議会議員候補者を出した。バスク民族主義党が6議席、ビルドゥが議席を獲得し、全11議席がバスク民族主義政党で占められた。アンドラマリ教会16世紀には、バシゴ地区にゴシック様式のアンドラマリ教区協会が建設され、その他には、サンタマリアデラ・アスンシオン教区協会がある。農村部には、セマルティン礼拝堂、セーウルスラ礼拝堂、 聖エステバン礼拝堂、聖クリストーバル礼拝堂、聖カタリーナ礼拝堂などがある。20世紀初頭には、普段はビルバオに住む富裕層が休日に過ごすための別荘が、教区教会と海岸を結ぶ道路沿いに建設されるようになった。これらの建築物には所有者の経済的、社会的地位を強調するために、様々な様式が用いられている。バキオには三つの博物館、 エネッペリ民族学博物館、ゴロンドナチャコリ博物館、シンチリエルタ博物館がある。伝統的にバキオの経済は農業と畜産業であり、バシェリと呼ばれる農場家屋が旧来の経済モデルの核だった。マグサ式構造の玄関を持つもの、アーチ型の玄関を持つもの、立方構造のものなど様々な時代や様式のバシェリがある。 バキオでは今日でも農業が重要な役割を担っており、白ワインの茶こりが知られている。農村部で水力発電が利用されていた証拠として製粉所と鋳造所がある。バキオには18世紀からエステポナ川周辺に建物が増え、8つの製粉所と3つの鋳造所が設立された。この鋳造所では近隣地域から船で運ばれてきた鉄鉱石を精錬した。 製粉書は数十年前までは現役で稼働しており、いくつかはまだ設備や特性を保持しているものの、いくつかは観光客向けのレストランなどに変容した。バキオ音楽週間、国際民族フェスティバル、野外映画祭、バスクペロタ選手権、工芸品市場、写真コンテスト、ファーマーズ市場、いくつかの守護成人の祭礼、サーフィン選手権など、下記には、 自治体域で多くのイベントが開催される。ありがとうございます。